このようにですね、今日から注入が始まりました。そしてこれをこのようにずっとやっていくわけですね。外周をまずやって固めた後、そしてこの内側を圧熱していくわけですね。まず外周をすることによって、それより、もう外には行かなくします。そして内側を後からやってさらに圧熱できるわけですね。そして表層はあちらのユンボが見えてます。あれでもって、最後の表層をですね、中上改良のような形にするわけですね。それによって、その、2つの併用した工法、薬液注入による圧密と、そして最後の表層は、中上改良のような形で、セメントで柱を形成する。それをすることによって最強の地盤改良が出来上がるわけです。これが私どもの新しい、グランドアップ工法と、呼んでいます。